錬金術チャンネルのアルキミッサです。新ニーサどの証券会社で開設するかもう決めましたでしょうか。2024年まであと2ヶ月を切っているということで、まだ決まっていない方はどうしようと焦って頭を抱えているのではないでしょうか。それこそいろんなところからそろそろ手続きに移らないと間に合わなくなるぞという声が聞こえてきますが、ご安心ください。別に今手続きをしなくても2024年に新NISA使うことはできます。まあ、上にね SBI 証券の注意書きを載せているんですけれども、まあ、こんな風にいろんな証券会社が、まあ、注意を促しているんですけれども、これはあくまで2024年の1月にスタートダッシュを切りたい方は、今手続きをしてもなかなか時間かかってしまいますから、お早めにということでアナウンスをしているわけでございます。それこそね、投資家からもう通常であれば1ヶ月ぐらいで終わるって言ったから遅めにやったらね間に合わなかったぞ、ふざけんなっていうクレームを避けるためにね、こういう注意書きをしているわけでございます。ただね、なぜ新NISA急がないと間に合わなくなるのかって勘違いされがちなのか、まあそれこそツイッターとかでもねそういう声聞いたりするんですけれども、まあ結局のところ各証券会社がね顧客を奪い切るために急いでやっといた方がいいですよ、キャンペーンもやっていますよっていう風に言ってるからなんですよ。だからそれがどん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 ね広まって、なんか別のベクトルの方に広がっちゃって、あ、今口座開設しないと2024年に間に合わなくなってしまうって勘違いに繋がっちゃったのかななんて思いますので、今回はね新NISA および今までの NISA の口座開設の流れについて解説していきたいと思います。それこそ新NISA っていうのはこの無期限で資産運用ができるサービスとなっておりますので、長いことお付き合いをしていく、ちょ噛んだね、お付き合いをしていく必要というのがございます。だからこそ慎重になるべきなんですが、まあこんなにもね急いだ方がいい急いだ方がいいって慌てられちゃうと冷静な判断というものはできなくなってしまいます。なので今回はその新NISAを紐解いていきたいと思いますので、皆さんご安心ください。ちゃんとね悩みに悩み抜いてこの証券会社で開設しようって決めた方が絶対に、ちょっと今日ろれつ回ってないね、絶対にそっちの方がね将来のためになりますので、急がなくても大丈夫です、ご安心ください。冷静な判断をお願いしたいです。で例えばね毎月30万投資して年間のね上限が積立枠と成長枠合わせて360万になるんですけれども、じゃあ年間の上限360万円を毎年積み立てて5年間でマックスにしたいんだと、俺はそうしたいんだっていう金持ちがいた場合、まあお金持ちの方っていうのはこのNISAの特性っていうのをまあ十分理解してるとは思うんですけれども、まあそんな方がいた場合、別にこれ半年後、1月の半年後の6月に始めたとしても、別に倍額のね60万投資して帳尻合わせればいいんですよ。結局何が言いたいかっていうと、毎月いくら投資するっていう話じゃなくて、この年間最終的にじゃあ12月の段階でマックス上限投資するためにいくら入れればいいかっていうだけの話なんで、別に6月に始めたら60万突っ込めばいいし、まあ、11月とかね、もっと終わりの方に始めちゃったら、もう360万一気にバーンって積み込んじゃえばいい話なんで、ここに関しては別に2024年に確かに始めた方がいいっちゃいいんですよ。積み立てっていうね、あの類等方式でちょこちょこね、積み立てていって、この投資のね、平準化、それこそ株価が上がってる時とか下がってる時って乱高下があるから、なんか一気にね、一括で買うよりも、類等っていう毎月定額でちょこちょこ積み立てていく方が、まあ精神的にもね、安心したりするんで、まあそっちの方がいいんですけれども、それよりかは、どの証券会社で、口座開設するかっていうのが非常に重要になってきますので、別にこういう逃げ道もあるんですよっていうところを今回はご紹介させていただきました。だから
慌てなくて大丈夫です。でまずね、新ニーサの口座開設初めての方に関しては、まあ、特に注意点はありません。どの証券会社で開設するかぐらいしかもう注意点はありません。別にね、この税務署に確認とかさ、なんかちょっと怖いこと書いてあってさ、なんか脱税とか疑われちゃうかなとか思われるかもしれませんけれども、初めての場合ね、そう思っちゃうのも無理はないんですけど、別にこれは他の証券会社でNISA口座を開設していないかっていう確認されるだけなので、初めての方はそもそもNISA口座なんか持ってないから、んな税務署に確認された方が潔白なんですよ。だから無理することはありません。心配はご無用でございますが、ただいつでも OK って言ったのはあくまで初めての方の場合の話でございまして、ちょっとねこっから話変わりまして、他社ですでに現行NISAを持っている方はちょっと注意が必要です。それが何かって言いますと、 SBI 証券の場合なんですけれども、これちょっと SBI から引っ張ってきました。まあね、これ何かって言いますと、例えば10月から12月の間に口座をねちょっと切り替えようと手続きをする場合っていうのは、翌年分、次の年からスタートになるんですよ。で10月から12月の間に変えるっていう手続きをすると、その10、11、12の間に関しては変更できませんと。まあだからここで何が言いたいかっていうと、まずは変更の期日っていうのを、まあ、しっかりとスケジュール把握しておくことっていうのが大切でございまして、例えば2024年に新NISAをじゃあ他社からね移管させたとして、まあいつでもいっかなと思って、なんかちょっとのんきに待っていると、まあ、10月来ちゃいました。2024年の10月なっちゃいました。あ、やべえ、今年の分、NISA使えねえっていう風になりますので、まあ、そこはご注意ください。まあ、ここはまだ大丈夫だと思うんですけど、もう一個、どちらかといったらこっちの方が注意していただきたいんですけれども、まず、今の口座、NISA口座で、もう積み立てていく気ありません。もう新NISA、ここではもうお付き合いしませんと。別の口座で私は資産運用していきますと考えている場合は、絶対に2024年、新NISAをその使わない予定の証券会社で開設ってなっちゃったとしても、現行NISAをそのまま放置して2024年に入って新NISAになってしまったとしても、絶対に1円たりとも積み立てNISA枠で投資はしないでください。そうしてしまった場合、もう変えることができなくなってしまいます。もう次の年まで待ってくださいとなってしまいますので、ここです、一番気をつけていただきたいの。別にこの2024年に間に合わせるために、今からどの会社に、どの証券会社、銀行に口座開設をしようかってそこまで焦って判断する必要はないんですけれども、ただその場合2024年に入ってから1円たりともその現行NISAを持っている証券会社では投資をしないでください。初めての場合はこういった心配ないんですけれども、絶対に他の証券会社に移そうって考えている場合は投資しないでください。もう投資しちゃったらそこで諦めるか、もう来年まで待つかの2つになります。もう仮にでも投資しちゃった、2024年に1回投資しちゃったっていう場合でも、まあ、2025年に変えればいい話なんですよ。だいぶ先の話ですけどね。でその場合はどうすればいいかっていうと、もうこれもね SBI から引っ張ってきました。他社からね SBI に移管する場合なんですけれども、これはまずこの廃止の通知書っていうのを変更前の証券会社なり銀行から取り寄せます。でそれを新しく新NISA開設したい証券会社に書類をバーン出します。で、まあ、必要書類とかね、あのいろいろ変装したりとかして、じゃあ来年2025年から口座開設できますよっていう流れになります。で他社で
積み立ててきた投資とか株式に関しては売る必要一切ございませんが、ただし移管先、新ニーサを移管した先の証券会社で一括管理は不可。どういうことかっていうと、2024年のタイミングで積み立てた投資はその証券会社に残ります。一方で新ニーサを新しい証券会社に移した場合でも一括で管理することはできないんで、まあ各証券会社ちょっとバラバラに管理、それぞれ管理しないといけないっていうちょっと面倒くささが出てきてしまいます。まあこれを避けたい場合は、まあ売っちゃうっていうのも全然手ではございます。別に新ニーサって売った分に関しては枠復活しますので、まあ利益が出てれば売っちゃうっていうのも手かなと私は思っております。でいつでも別に口座開設いいですよっていうふうには言ったんですけれども、ただし早い方がいいってことには間違いございません。だからもしも今のうちに新ニーサ口座開設どこにするかって決めないとしても、2024年の間にはもう決めておいた方がいいです。なぜかっていうと、アメリカで有名なねジャックとジルっていうお話があるんですけども、これかなりびっくりします。ジャックという人物は18歳から26歳の間の8年間年50万円投資をしていました。一方でジルは26歳から65歳、多分社会人ぐらいですかねの間に40年間も年50万円ずつ積み立て投資をしました。ジャックは累計400万、ジルは累計2000万円、同い年だったと仮定します。生まれが同じだったとして、利回りは年 10%、 これも同じ投資信託銘柄を運用していたとします。だからジャックとジルは年一緒で、なおかつこの投資した商品も一緒、銘柄も一緒。じゃあこれどうなるかっていうと、65歳の時点でなんとジャックの方が4000万円も資産が増えているんですよ。そう、ジルの方が投資期間長くて、なおかつこの金額も大きかったはずなのに、ジャックの方が最終的な資産額っていうのは上になりました。ここで何が言いたいかっていうと、どれだけ早めに投資をするか、そして時間の差っていうのは簡単に埋めることはできませんというのが、このジャックとジルっていう話についてなんですけれども、ま、ただ私はちょっとこの話半信半疑でございまして、ま、計算上は間違えてないんですけど、ただ利回り 10% でこんな8年とか40年とか運用できるわけはないんですよ。それこそリーマンショックとかさ、IT バブル崩壊とか、もういろんなイベントがあって、まあ、そのためにコロナショックとかでさ、株価っていうのは下がるんですよ。ずっと 10% 上がり続ける夢のような商品っていうのは、この世には絶対ございませんので、まあ、この辺の話はあくまで傾向をつかむための話であるっていうことを念頭に置いていただきたいんですけど、ただとりあえずはこの早く投資をすることっていうのがどれだけ重要なのかっていうのがお分かりいただけたと思いますので、できればね2024年の間に新ニーサというのは始めておくのがいいかなと思います。いつでもね新ニーサ口座なんか作れっから後でいいやって、そこそ無期限ですからね、別にいっかって言って後回しにするのは NG でございます。今後なんですけれども、ちょっとあくまで予想でございますが、実はですね今金融庁の方でクレカ積立の上限を10万円に倍増しようと、新ニーサに対応するためにちょっとこの上限規制を緩和させようっていう動きが出ているそうです。まあ、あくまでね日経新聞の記事の中では金融審議会で議論した後に内閣府でまた議論して2024年中に決めるっていう話なので、これ別に確定ではないんですけど、こういう動きがありますと。だから別に2024年中に口座開設をしようって考えている方は
こういった動きがありますので、もしも SBI 証券、これが今一番期待されてるんですけれども、 SBI 証券のね、このプラチナプリファードっていうクレカ積み立てをすると、なんと 5% のポイントがねもらえてしまうので、もしもこのねクレカ積み立ての上限が10万円になった場合っていうのは、なんとですね、投信運用だけでね年会費っていうのをカバーできてしまうと。通常であれば年会費っていうのが3万3000円かかるんですけれども、もしも10万円でもう毎月ね運用ができて 5% で運用したとしたら、まあ6万円ポイントがもらえてしまうわけですよ。あ、 5% 運用じゃないか、 5% でポイントがもらえたとしたら、毎年ね6万ポイントもらえて、でそこから3万3000円の年会費引いても2万7000円ポイントがね手元に残るっていうことで、この年会費をカバーできちゃうっていう、ちょっとすごいことができてしまうんですよ。まあそれこそね10万円になったら、もしかしたらプラチナプリファードの還元率が 3% とかに下がるって可能性もまああったりはするんですけれども、ここで何が言いたいかっていうと、まあ今じゃあ仮にどの証券会社で口座開設しようかって迷っている場合っていうのは、こういった動きっていうのもありますので、2024年の間にもしかしたらどっかの証券会社がなんかすごいね、ここでNISA口座、うちでNISA口座開設したらこんな特典がありますっていうようなとんでもないキャンペーンをやる可能性もまだ秘めているっていうことになりますので、まあ、それが分かってから作るっていうのもありかなと思います。まあ、私はね、新NISAは楽天証券にしようかなと思っております。なぜかというと、新NISAが始まる2024年1月に向けて今かなり頑張っておりまして、例えば新しくね楽天オールカントリーインデックスファンド、多分これは EMAXI SLIM のオールカントリーに似せていますね。楽天 S&P500、 これが EMAXI SLIM の S&P500 に寄せてきて、なおかつ信託報酬下げたり、この銘柄を持っている方はポイントキャッシュバックなんていう風にね、かなり大盤振る舞いで、なおかつ積み立てNISA口座を2年以上楽天証券でね使っていたっていうこともございますので、もう SBI 証券とか他にね移管するのもめんどくさいし、もうここでいいやっていうね、ちょっとまあ悩みに悩み抜いたっていうわけではありませんけれども、半分はめんどくさいっていうね、そんな中途半端な気持ちで楽天証券にしようかと思っていますが、ただこの考えは間違いではないかな、今のところは楽天証券が自分には合ってるかなと思っていますので、まあ私は2024年1月にスタートダッシュを切って、この楽天オールカントリーインデックスファンドっていうね投資信託を新NISAで積み立てていこうかなと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、TikTok もやっております。興味のある方はぜひ見に来てください。本日この動画撮っているのが11月13日月曜日なんですけれども、現在深夜の1時10分です。そしてね、起床はなんと日曜日の15時半っていうことで、もう寒くなってきてなかなかね起きれなくて、なんか何度寝かしてたら気づいたら15時半っていう、めちゃくちゃ時間を無駄にしたなって感じております。まだね起きてから12時間経っていないんですよ。やばくないですか。だからね、どうせね寝れねえし、このままね寝ようと頑張っても月曜日でね、もう明日じゃねえか、今日か、あーもう今日仕事だ、緊張しちゃう、眠れないとかって言って、どうせ寝れないから、もうこうやってね動画をもうバン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 作ってやろうとしております。この錬金術チャンネルでは、誰も教えてくれない人生が好転するお金の情報というのを日々更新しております。興味のある方はぜひチャンネル登録をして、他の動画も見に来ていただければと思います。特にね、新NISAっていうのは国策でございまして、ホットな話題となっておりますので、動画をたくさん作っております。それこそ口座開設迷っている方なんかはもう非常に参考になる情報というのも公開しておりますので、再生リストにね新NISA戦略というものもございますので、そちら見ていただきたいなと思います。ではさよなら。寒くなってきたので風に気をつけてください。ということでバイバイ。